皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、エレキギターの基礎テクニックであるプリングオフというものについてお話をさせていただこうかなと思います。ちょっとやってみますと、この指で弦を弾いて音を出すテクニックです。やってみましょう。早速なんですが、1弦の12フレットを薬指で押さえて、で人差し指でこの1弦の10フレットを押さえていただいていいですか。2本同時に押さえておきます。人差し指と薬指。で、薬指のこの12フレットの音をまず1回ピッキングして音を出して、このまま薬指をずらしてプリングオフをします。鳴らしたら薬指をずらして人差し指の音を出すと。こんな感じです。これですぐに音が出たよという方は結構できていらっしゃるかと思いますので、この動画を見なくても大丈夫でございます。なんかすげえ力が入っちゃって、なんかうまくスムーズにできないぜという方は、ちょっといろいろコツを確認してみましょう。まず、薬指からいきましょうか。薬指。プリングオフというのは、プルっていう、引っ張るっていう単語から来ておりまして、引っ張ること、引っ張って音を出すことを指すわけなんですが、あんまり強く引っ張りすぎると、その弦が落ちちゃったりとか、音程が変わっちゃったりとか、あと単純に疲れたりとか、もう全然いいことがないので、できるだけ軽くやってあげることがすごく大事です。下の方に引っ張るというよりも、なんか引っかくというか、撫でるというか、本当にそのぐらい小さい力です。で、動きがバーンと大きくならないように、コンパクトに。ちょっと引っ張ってあげるような感じ。軽く。このときにこう強くギューッと。うっしゃーいとやらないように気をつけてください。で、薬指はそんな感じで動かしていくんですけれども、人差し指が一緒に動いちゃう方、結構多いかと思います。薬指につられて、人差し指も一緒にこうわーっと動いちゃったりとか、もしくはその動く前とすごい力が入って、逆に変な方向に行っちゃったりとか、よいしょいみたいな感じで、変な方向に行っちゃったりとかはしないように気をつけてください。人差し指はもうずっとこのままです。もう姿、形変わらず、ずっとこのまま人差し指はキープして、薬指を弾いていきます。こんな感じ。極端に悪くやると、こんな感じ。人差し指が薬指につられてしまって、変な動きをしてしまわないように、人差し指はずっとそのままです。で、すごい軽い力で弾いてあげると。そうすると、こんな感じでピッキングしなくても音が出るようになってきます。引っかくだけで音が出る。これがプリングオフってやつです。最後にちょっと3本指ぐらい使って、指を3本ほど使ってちょっと練習して終わりましょうか。小指で1弦の12フレット。で、中指で1弦の10フレット。人差し指で1弦の9フレット。12、10、9。という感じですね。これを同時に押さえておいて、まず小指で12フレットを鳴らします。そしたら小指を小さく動かして、中指を小さく動かして、プリングをしていくと。気をつけるところはさっきと全く一緒です。小指を動かすときに力を入れず、動きをコンパクトに動かす。そして中指、人差し指はつられずに、そのままの形で小指をプリングする。で、次は中指をプリングするんですけれども、あとは全く一緒です。こんな感じ。うまくできると、こんな音になります。なんかすごい簡単そうに見えるのは、本当に力が入ってないからです。本当に力を入れたいんです。すごい軽くやってるからなんです。最初はすごいね、この変なところに力が入ったりとかするんですが、指先、手首、腕、肩、もう体全体に至るまで、リラックスして力を抜いてチャレンジをしてみてくださいませ。そんな感じでプリングオフでした。また違う動画でお会いいたしましょう。